これは先週渋谷のファーストフード店前での様子一体何事なのかサンタが持っているプラカードに書かれているのは「全ての存在のために地球に平和をビーガンで行こう」の文字です実はこの団体アメリカに本部を持つ世界最大規模の動物愛護団体 ピータこれまでも日本を含め世界中で抗議活動をしており動物の権利を侵害しているとする企業に改善を訴えたりその実態を人々に知らせビーガンの普及を目指してきました去年は注目度マックスの恐竜の衣装で街に登場動物を食べることは全時代的 石器時代は終わってるとのプラカードで待ち行く人にアピールしたこともただこうした活動には批判的な意見もあり何を食べるかは自分で決めるからほっといて普通に迷惑だし営業妨害じゃないの主張の押し付けがビーガンのイメージを落としてるしなちなみに アベプラでは9月にも小学校前で抗議活動を行ったビーガンの方を紹介していましたただ、子供に対し生々しい動物の写真を見せるというやり方に疑問の声が噴出し ビーガンとしての生き方を選んだことに関して、なんかとやかく言わないんで、うん、あなたたちも自由、こっちも自由だから、うん、その価値観の押し付けをされていることが、非常に見てて、まあ、不愉快だし、納得ができないまま放送を終えることに果たして、正しい主義主張の仕方ってあるのでしょうか、抗議活動をしたピータのメンバーと考えます。 はい、さんいかがですかうーんとまあどういう意見を持ってどういう考えを主張してもまあいいとは思うんですけどやっぱり今議題に上がったように手法が果たしてそれでいいのかどうかっていうのは僕議論の対象にしていいかなと思っていて、はい、今のもサンタクロースの格好でそのビーガンにって言ってますけどそのサンタクロースの気持ちになった時にサンそのクリスマスって 七面鳥を食べたりするじゃないですかあんまりリンクしないんだけどサンタさん駆り出されて、うん、そのサンタの衣装を着てなんか平和にっていうことを訴えつつヴィーガンにつなげていく手法って、うん、まあ別にサンタに頼らずヴィーガンがいいんだっていうことをそのまま主張すればいいんだけどそれだと話聞いてもらえないからあの手この手でその、まあ、サンタの格好をしたりだとか時にはちょっとあの 残虐な映像を見せたりとか、うん、そういうことで主張がし始まるのってまあ僕はナンセンスだなと思いますわ、ね、かりました、うん、ですからぜひ対話していただければと思いますね、はいはい、えー、早速ご紹介いたしますえー、今回の抗議活動を行いました動物の倫理的扱いを求める人々の会、えー、ピータのメンバーでいらっしゃいます今井レイラさんです今井さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします えということで先週木曜日のことですね今井さんを含めたメンバー14人がサンタクロースの格好をして渋谷のファストフード店の前で動物の権利を守るためにヴィーガンになろうということで呼びかけたということですね改めてまあ訴えたかったことはどういったことなんでしょうか、はい、その畜産現場の現状というのがあの内部告発者によってこう 提供されたりすするることがあるんですねでそれをやっぱりどういうふうに活動に生かすかとか考えていくんですけれども、まあ、よくあのその、まあ、動画を今日見られて,てますよね。はい、でそのどう思われるかっていうのを後で聞きたいんですけれども、うん、<laughs> あのそれをそのまま見せるときついっていう方が多いじゃないですか。なののででまずはそのサンタさんの格好で やるっていうのはハッピーなムードで今サンタクロースの時期ですよねクリスマスの時期ですよね、はい、であのそういう時期にかけてうんとそのお店側でもその商戦があるわけですよねあの売り方がでそこにもかけて。 あの、こういう活動を行っているんですね。かりました早速、淳、はい、さん、どうぞ。もう聞きたいこと、いきましょう。はい、えっ、ー、と、<laughs> そもそも、その訴えたいことは、はい、ビーガンに。であることがいいんだっていうことなんですか。あの、私たちは、あの、うん、搾取から、あの、搾取をできるだけなくす。そういう活動をしているんですけれども。はい、それは倫理的だと思いませんか。えっと、はい、搾取は何を指して、搾取って言ってるんですか。 搾取っていうのは命の搾取であったり、はい、あの生き方の搾取であったり自由の搾取であったり、はい、た例えば今井さん僕質問したいんですけど、はい、動物愛護もいいと思うんですけど、はい、現実問題動物じゃなくて、はい、例えば女性が中絶をする場合はこれは命の保護というう意味でではどうなんですか産婦人科の前で中絶しようとしてる女性を「はい、人殺しだですよ中絶は!」って。 いう人がいたらどう思います女性としてあそれはちょっとテーマがまた違うと思うんですけどいやでも命じゃないですか 命をそうやってあの野菜も生きているとかいやでも野菜じゃなくて人間,の人間もそうですけれどもれお腹の中にいる受精卵なのか胎児なのかそれはでも私今日はここには動物のことを話しているので,いでも命を大事にしよう,しようとしてだから動物なんですよねまず動物ですね今<あ>なぜなら社会で一番の弱者が動物だからです、ね、人間より動物が大事あいやそうではなくて社会で一番の弱者はどこにいるかって考えた時動物ですよねミミミミズズは動物ですか<え>ミミズ 動物ですね昆虫だけど動物の方にちょっと近いですよねじゃ危険があったら避けるますどこから境界線にそうそうその境界線すごく大事で動物の話しに来てるんですっていうのはよく分かりましたで僕はさっきで言う「搾取あなたはしてるじゃないか」っていやいや搾取してるじゃないですかだって僕はお肉食べながら生きてるんでそちらの理論で言う搾取をしてる側の人間だと思うんですけど僕は。 えとありがたいことにうちの両親が、えー、命をいただくときに感謝の気持ちを込めて手を合わせていただきますって言っていただきなさいって言って僕はそういう気持ちで命をいただいていますそれを娘にも教えていますでこれは僕の田村家の、えー、と食育の話であって誰かから、えー、と食べることについて他人に教わりたくないというのが僕の、えー、意見なんですね。え 教教わわりりたたくくなないいでですすか、えっと、自分が学びたいと思えば学びに行くんですけどあのような形で街で、はいはい、ああいう形で僕は教わりたくないですあ<ー>だってこれはあなたたちが主張したいのと同じように僕が学びたくないっていうのも認めてもらわないと、はい、あこれい分かるんですけれどもでも私たちにもこう活動する。 なんて言うんでしょう。自由はありますね。これはそう全くないです。はい。だからあの無視する自由も欲しいってことです。はい。無視したかったらしていただいても大丈夫なんですよ。私たちは響く人にあの響かせるためにやっていて、そしたらなんでお店の前でやるんですか。お店の前が公園とかでやった方が合理的だからですね。でしょ。それだからそれが見たくない人がせっかく今から食べようと思っている人が邪魔じゃないですか。食欲なくなるでしょいただければいいと思います。ここはパブリックなんで。 私たたちが活動しところは公道でもずっといたら営業妨害だと思いますよ。お家の前にいたらだって僕みたいなのがずっとお家の前にいてさっき言ったように教会戦どこなんですかって言い続けるのってどうです僕みたいなのがさっき言ったようにアメーバはじゃあ動物じゃないんですかとかその議論ってあまりんて言うんだろう私たちの活動には。 あまりいだっ一ん止めますね、お店の前での抗議活動、罪に問われますかというのを弁護士さんに伺っていますと、威力、うんえー、業務妨害ということにはあ、当たらないでしょうと、はい、一方で営業妨害ということについては、ですね、えー、場合によっては問われる可能性もあります、ただし、まあ、それは現実的にまあ損害が出ているということをまあ立証する必要がありますよということでした。うん、えっと一回整理しますね えっとですからまあ動物がまあ虐待されている状況にあることをまず止めたいというお話がありましたそでそれは改善されれば、それはお店の前での講義はもう一旦やめるということでよろしいですか、そういうことではないですえっとお店の前の講義をやめるっていうよりは、1回しかやってないですねで、継続的なものでもありません。はい あの議論がねすごいなんか複層化してるというか要するにヴィーガンの是非の話と表現の自由の問題は分離して考えないとそれはいけないと思うんです。僕はね ビーガンの是非はそれだけそれで議論しれらいいけども表現の自由に関しては僕はこの運動に関しては全く何の問題もないと思っていて別にそれがね不快だから気に食わないとか言い出してしまったらまあもちろんねそのお店からね営業妨害で訴えられてそれでえ何らか裁判なり刑事になるって話なら別ですよそうならない限りは表現の自由ですよねそれは本当に萌えをねあの駅のポスターとかで貼って気に食わないとか不快だって怒ってる人とあんま変わんなくなっちゃうので全然僕は自由にやっていいと思うんです。ただ この前提の上で言うとそのビーガンであるかどうかっていうのはま個人の自由でありその団体の自由だと思うんだけど何だろう絶対に他の価値観を否定してそれだけが善であるっていうふうに言うのはちょっと行き過ぎであってその考え方も尊重はするけれどもそうじゃない。 考え方もあるってことは尊重してほしいなとは個人的に思います、うん。うん、はいあ、あと、ごめん、あ、どうぞ、最近どうぞ、はい。あの、皆さんが、あの、得てる知識と。私たちがずっと見てきている知識、例えば私は十、十一年目に入ってるんですね。で、そういう知識と、やっぱり差があると思うんですよ。で、この温度差とか。自分の方がよく知っていると。はい、それは事実だと思います。うん、なぜなら、一応、あの、ずっと活動してきているから。うん、動画を見続けていて、で、あの。 ヴィ <laughs> ーガンでいる方法を多分ご存じないはずなんですね、どうややってやるかわかりました、その上で、はい、おっしゃりたいことは何ですか、はいはい、なので、ぜひヴィーガンをこの押し付けと捉えたりされることがよくあるんですけれども、あの知識を得てからあの判断するべきだと思うんですね。なぜなぜらあの、えっと、農場の様子とかも 見てみななないいとわかかからったじゃです今回についてはその動画を見た上で議論はしてるんですけどもその上で今日おっしゃれることって何になりますかあれを見て皆さんがどういう感想を持たれたかとかはぜひ聞いいてみたんですよね僕はしばらく狩猟のプロジェクトに参加してたので鹿とか鶏の解体は散々しましたのであの動画に関しては鶏の解体は普通に日本の農村でもああやってやってますね。 えー、<の>実際には首を絞めて引きちぎって、はい、それで土を抜くでそこから湯につけて、えー、羽をむしっていくっていうやり方なのでやってる方法は僕はあんま変わんないんつまりあの、うん、必要以上に虐待する必要ないはずなんです、うん、要するに食べるにあたっての作業の工程の中でどういう形にしろ命を奪わざるを得なくてそれはありがたくいただだだいいいてるだけだという,<の>ういじめて苦しめて死なせるのはいけないっていうのはもう畜産業界でも散々何十年も前から言われていてだから例えば牛なんかに関して言うと。 電気ショックでね、<laughs> 瞬時に死なせるってやり方ですよね。<laughs> で<ー>、い <laughs> はい。<ん>いや、どうぞ。おっしゃりたいことありました<あ>どうぞ。<や>ちょっと聞きましょうか。<あ>どうぞ。いやいや、あの皆さんが想像しているように簡単に死なないんですよ。 電気ショックを与えたり、ボルトガンを打ち込まれても牛もしばらく生きてるんですね。だ,だからなんですか？だ簡単に死なないからなんですか,かどうぞ？その事実が違うんですよ。わかりました。だ,だからなんですか？すその上で簡単に死なないから何が問題なんですか事？事実を把握してないなっていうことがわかりま、うん、事実はじゃあなですか？あのどうぞ簡単に死ぬものではなくて、うんうん、であとはあの。 うんと今日持ってないんですけれど、その動画は、ネットで探せば必ず私は出せるんですけどごめん、それはまた別に見ておくべきだったっていう話ですか、うん、あち,ょちょっと待ってください、の動画しし話聞いてもらっていいですか、ボルトガンによって、撃たれて殺されるってことを、牛は認識するんです、きちんと。で、前の牛がそういう目にあったら、その次の牛が、そのボルトガンは恐ろしいものだって分かって、そこに置いてあるものを、自分の鼻で避けるんですよ。

僕たちに一番訴えたいところがどこなのかがその現状を伝える作業はもう分かったので僕たちも食べる人は食べる人は見ているのでだから嫌がっている怖がっている動物たちっていうのがいるってことは分かりますよねみんな怖がります動物は。命を奪われれれて食べららるるかそは嫌がでしょうとその上で教えてもらってどうぞ。 そういう動物たちを追い回してでも殺したりするそれについて皆さんがどう考えるかっていうことを問いかけたいと思います。僕マサイ族の村に行って、はいうん、えっとご飯を食べなきゃいけないんでその村の人たちと一緒に、はいえー、ヤギを捕まえに行きました。はい、でその時にヤギを窒息死させて喉を切り裂いてまあ現地の人はその血を吸って でえー、なんか栄養ドリンクみたいにするけどうん、うん、僕はあの抵抗力が弱いので、はい、血を吸うなって言われてだけど、はい、肉は美味しくいただきました、はい、でそういった形でもうな涙するし苦しいのは分かってるけど、うん、僕は動物を捕まえてありがとく命をいただいて自分の命を こう長引かせる生きていくっていう作業に入ったので、うん、これがどんな動物であれ、うんえー、狩猟されるときには苦しい思いをするだろうなとは思っています。うん、これは僕がそうだ誰かに食べられる時にサメに食べられる時にもきっと苦しい思いするだろうと。うん、そこは理解しています。うん、だからこそ僕は手を合わせているんですけど、うんうん、あの今回見せてもらった VTR って、はい、まああるこう一つの種類の動物だったんですけど。<laughs> うん これ魚僕のじいちゃん漁師だったんですけど、うん、えっと魚であっても何であっても当然苦しそうだなっていうのは僕は意識が働くんですけど何が違うんですか魚と今回見せていただいた鳥え、えーっと。違わないですね私たちの感覚から言うと、うん、犬とか猫を食べないのと同じようにやっぱり人間も食べないじゃないですか。犬は食べる文化はありますよ、うん、ありますけれども日本人はそれほど食べませんよ、ね、その多様性も尊重した方がいいと思いますよ。 ああの僕は食べないけどあ、はい、<laughs> す,すみません、あのかくに、はい、あのビーガンの方に聞いてみたかったことがあるんですけど,、はい、ど,ど普通にやっぱりあの、まあ、肉食べるんですけど、まあ、タンパク質質って現実的に必要じゃないですか、人体に。で、やっぱ安価に入手できて徹底的に便利のが肉食だし、やっぱ食,食文化としてもすごいいろんなところに根付いているし、畜産業とか漁業とか本当に誇,誇りを持って、うん、あの従事している方がいらっしゃると思う中で、はい、なんか搾取になるから全く食べるなって言われて、すあのやっぱ素直に入って。 言えないしやっぱちょっとエサらゴとにも感じてしまうんですけど恐らくエサらゴとに感じてしまう面はすごいあるんですけど、はいはい、なんかその本当に倫理的な観点から、はい、全ての人間が、はい、あの動物性タンパク質摂取しないっていう世の中本当にあり得ると思ってるのかそれともんですかちょっと現実的なマイルストーンとかあるのか聞いてみたくってマイ,ルマイルストーンいあのこれだけのペースで肉食が進むといつに資源が発するから、まあ、世界の食肉人口 これだけ減らそうみたいな、そういう、なんか数値目標みたいなは。はい、そういうのは、そういう情報は、あのグリーンピースさんでも言ってるし、国連でも出してると思うんですけれども。 もちろんあの肉食を続けていくと水,の水資源もそうですし土地も枯れていくしなぜなら飼料を作らなければいけないんですよね、うん、莫大なで。直接人間がその飼料を食べると今の世界人口を簡単に賄えるんですってでそのマク肉を食べたいがためにその飼料を動物に食べさせなきゃいけないなので土地も足りなくて森林伐採が進む。あの そういうい水,水資源も足りなくなりそうなとかいろいろそういうことが起きてきてしまうんですよねだからあのあそこは別に僕知識として正しい,と正しい面もあるしそこは僕高校かななんか教科書で習った気もするんでそういうのは別に否定しないんですよ。その上ででも食食べべたい人は食べる 手前に戻しますね、うん、あの畜産業者の問題で要するにあの動画を見てあのおかしいですよねと訴えたかったということでいいんですよね、まずはね動画であげたようにあれがファストフード店に並ぶことになるからそれはおかしいということを抗議したかったので、まあ、ファストフード店に限らずなんですよね、私たちあの、はい、その畜産業者に直接おっしゃるのが一番筋、まあ、としてありなのかなと、うん、ましてはその,後のあ,、はい、あのまの、あ、ファストフード店とか直接の業者については またそこに対して働きかけることそれからそれを買うなというふうに働きかけて消費者に働きかけることはちょっと飛躍してるんじゃないかなという気もします今山さんにアドバイスあるのは株を買って株主になって株主総会に行ってガガンンいですよそれも無視できないぐらいイーロン・マスクぐらいお金持ちになってそしたら。 夢が叶うじゃないですか。まず、はい、その株主とかもやってます。うん、でも、あの、すべてができるわけではなくて、あと、活動っていうのは、そもそも。活動する人がいろいろ考えて、あの、やっていくものなので。 あの私たちあの周りの方にこうしてほうがいいあしたほうがいいっていうのは言わないんですよね実は。あの少なくとも畜産業者に直接お店の前ああそれは違うんです。あの一番第一次被害者がいるからですね動物という訴えるかそれはどこで訴えるかそれは団体の自由なんですか全然構わないと思いますそう消費者にも訴えるしそのお店の前でやるのもそのお店にももっと気づいてもらえるし。言ってないは嘘じゃないですか。あと言ってるか言っていいんだけど言ってないんですは嘘じゃないですか言ってるので。 人たちにあの周りのいろんな団体とか個人とかいるじゃないですか、うん、そういう方たちにという意味ですね今<で>話いますその、えー、っとそれを言う場合もあるし、はい、言わない場合もあるんですよこれがケースバイケースで今までの,そのピーターだったらピーターの活動の中でやり取りがアメリカでいろいろしてきているわけですね。であのそういういこととかであの、うん、その一概に 必ず言うわけではないけど言う場合もあるんでしょその相手の企業によって言う場合があるけど今回言わない時が出てくるじゃないですか僕一番合理的なのはその畜産業者に直接訴えるだけで訴えは実は届くんじゃないか一番合理的なんじゃないかあと株を買うんだったら本当に影響力が持てるぐらいの株数を持った時に株を買わないと結果今応援してる形になってるからなんか あのどっち使わずになってないですか結果応援しちゃってるんで私たちが持ってる株っていうのはあの、えー、と株主総会に出て質問をできるようにするためなんですねなのでそれは応援のためではなくてやっぱり意見を言う場を少しでも多くするために必要最低限やってます。 も,もう一個言うと僕別に全否定してないんで言うと、はいはい、例えばヨーロッパ行くとチキンとかにフリーレンジって書いたチキンがあるじゃないですかああす、ね、そのブロイラーじゃなくて放し飼いになってますよとその方がまあもしかしたら健康に育っててヘルシーかもしれないし少なくとも生きてる過程で生の,の喜び、はい、生命としての喜びが放し飼いの方が多かったかもしれないからってなって選択肢を増やしましょうと。はいはい、もっと倫理的に、はい 殺された屠殺された肉を扱ってくれ,、はい、くれるように要望しますっていうんだったらなんか僕、<ー>いいと思うんですけどそれにしないのはででかですよ、ね、いやうんしてもいいのかもしれないしあれなんですけどそのとにかく選択肢を増やすってここでいい,、うん、いいと思うんですけど食べてる人とか売っっててる人がおかしいっていうのっ日本がめちゃめちゃ遅れてるんで、うん、やっぱりあの日本の人ってこう新しいものってこう受け入れがたいところあるじゃないですか。 なので B がも多分海外よりは海外よりはちょっとあの,抵抗が強いのかなって思うんですよ、ね、今井さんに伺いたいんですけど、はい、格差とか貧困の問題についてどういう視点をお持ちなのかなって現状ね、はい、例えば野菜を食べるのと肉を食べるのと、はい、もちろんその世界全体の総量でいうと、はい、その野菜の方がいいってい話にはなると思うんだけど、はい、実際値段でいうとね肉の方が全然安いわけですよ、はい、現状ね食べるものですよ。ーはい、で <laughs> 安い安価のファーストフードは大体肉が入ってるとそうすると貧困層とかねそのいわゆる経済的な弱視者にとって 僕は肉を食べないでビーガンをやるという選択肢は現実にほぼないんですよ、ね、まあ金持ちの道楽みたいな、うん、でそういうふうに見られてしまう可能性があるわけなんだけど<あ>そこの視点がないから常に僕は批判にさらされている部分があると思うんだよね。うんはい、でそこをどう見ていらっしゃるのか長い目で見るとその動物性の商品ってどうしてもあの、えー、っと抗生物質がすごく使われていたりだとか消毒液だとかいろんなホルモン剤だとか、まあ、品種改変がすごくされているんですね。 なので、です,ね、すごく病気になりやすい。それは陰謀論です、ね。まあ、いやいやいや、本当です。本当です。佐々木さんの問いにお答えするとすると、どうなりますか。はい、あなので、えっと長い目で見ると、健康を考えると、病気にもならなく。 生きられるとしたら、それにチャレンジするのは意味がある。問題について聞かれていますも。貧困についても、そのお金が。先々病気になったら、お金ってすごくかかるじゃないですか。働けなくなったりしたら。なので。食べていると、不健康になるっていうエピデンスはないですよ、ねはい。あります、あります。いや、ないですよ、そんなもの。まあ、もう一つさんがううのは、まあ、あの、シェアしたいで、うん、むしろ、お金がかからずに、食べられているんだけど、はいはい、ビーガン食を実現しようとすると、よりお金かかるから。はいはい、貧困問題に対応できません。がまあ、最初は、ない人に対して。どう どどう対応すするのかというのかいたい伺たんでけそれはもう最初にビーガンになった人たちがそういった商品を買い続けることでその商品の値段が少しでも安くなるように一般化されてくれば少しずつ安くなってくるんですよね、うん、なのでそ今大豆ミートとかたくさんいろんな企業で出してますよねゼロミートだとか、うん、ファミリーレストランとか、はい、大豆も遺伝子組みは機械いっぱいあると思いますああ。ありますけれれどもでもそれでもででそホルモン剤とか ないしはないであほとんど使われてるわけじゃな,な汚いからですね畜産農場はすごく不潔になってしまう、えっと、牛の糞尿ってどれくらいあるかご存知ですか人間の何倍とかいや今回議論したいことって僕本当に真剣に話聞こうと思ってるんですけど議論が扇状になっていて<の>なってそうなんですね。まあ さっき佐々木さんが聞いたことも含め、はい、僕が聞いたことも含め、はい、ストレートな、えー、と答えに導いてもらえないというかこう、うん、答える段階でバーッと扇状に広がっていくので、まあ、それは答えてることにはなるんだけど本当に僕が問っている質問だからさっきの僕は魚と、うん、あの僕が見せられたあの鳥、うん、と魚もマグロの頭をガーンってやられるじゃないですかで、はい、ガーンって引きずるじゃないですか。はいはい 同じなんですよ、はい、申し訳ないなだけどありがたくいただこうと思うんですけど、うんうん、そこは一緒じゃないんですかで一緒だって言うんだけど訴えてる動画に関しては、はいまあ、鳥の映像ばっかりだったんで、はい、そこの違いが出るんだったら主張してることも実はいろいろとおかしい点が出てこないですかってことが僕は質問としてしたいんです。 なんでおかしくなるのかがわからないんですけど私たちはビーガンで、えっと、動物を一切消費しないようにしていたのですけどだからピオピオなく鳥だけの映像を僕たちに見せるけど、はい、他の動物だって命が一緒なんだったとしたら同じように動画見せてくれればいいじゃないですかってことですじゃあ話ですすねあんでかりまよじゃな一番最初に一番効果的であろうという鳥にしたんですかってことですよね。はいはい ですそれは違いますよ今この活動について関係があるからですあえっ、ー、と、はい、そのそのお店に前に並んだっていうことですか、はい、並んだじゃなくてあの私たちの活動はなぜ今回ここでやったかっていうことに一番関連がある動画をお送りしました一緒です。ね<え>、はい。お店の前に並んで抗議したっていうことですよねはいだからこの動画をお送りしました他にもたくさんあるんですけれどもこの短時間で全部見ていただいてそのこと全部議論するっていうのがあのあの えっと送ってくださいとは言われなかったので送りませんでした。だから魚であろうが鳥であろうが牛であろうが一緒だってことですね。そうですそうです。島内さんにもう一個お答えだけど、や野生の動物でね肉食獣っているじゃないですか虎とかライオンとかあれが他の動物食べるのはどう思も。あもちろんそれはいいと思います。動物が動物同士でそのあの食べるっていうのは当たり前。人間が食べるのとは違うんですか。ビーガンビーガンって言葉自体が人間に対しての言葉なんですよ。 人間佐々木さんの問いに答えるとすると人間だったらいいんですかって人間だったら人間は動物を食べないのは草食動物だからですねもともとそれから知的だしそれはあなたのであなたから草食なのはいいけど知的だから知性があるって言いたかったんです知性があるから人間は動物を食べてはいけないってことですか今の畜産の現状を考えていただきたいんですけれども人間が知恵を使って閉じ込めて。昆虫食 えっと言わせてもらっていいですか。えっと動物たち、畜産動物がどうやって作られているかというと、いやいやどこでもです。どこでもえっと動物たちはあ、畜産農場では程度の差がありますけど、いやおしゃってもらった答え答えようとしてることはわかりました。いやいやまだまだ答えされてないんです。いいですか言わせてください。えっと動物たちは畜産農場でレイプ出産させられてで作られるんです。で、あの作られた赤いや

あのオッケーっていうか私たちビーガンは,はそういうことをしないです。動物,は動物が食べていいっていう話をされたから、はい、佐々木さるって。ライオンがシマウマを食べるのと、はい、我々が両重で鴨子を打って食べるのとはどう違うんでしょう。はいはい、あ人間はあの栄養素に全く必要ないからですね動物が。いやそれそこは議論の余地があると思いますよ、ね。え？うんそこは議論の余地があることだと思いますし。うんはい、動物性のものが一切必要ないの先ほど申し上げたようにタンパク源っていうのは植物から全部取れるんです。 なので私は11年目ですけれどもこんな健康に普通に生きているわけであの動物性のもの一切取ってないですよ。うん それは、ね、長い歴史の話で例えば何でパンダがささだけ食うようになったのかとかそういうところまで話が広がっちゃう難しい話なんだけどもともと雑食動物なんで肉は食ってたですよね、まあ、あと仮にそうだとしても、うん、佐々木さんの問いの答えにはなってないと私は思うんです、はいうん、えそうですか、うん、動物が動物を食べることがよくて人間は動物を食べてはならないという理由にはならないと思うんです。 不必要なもの不,不必要な、えっと、どこで不必要かがわからないってことですね。不必要な熊がね。熊はをしなくても済むんですよ。熊は採食でも大丈夫なはずなんですよ。はい、でも実際には魚取ったりとか中にはねその動物を食べたりとか人を食ったりとかする熊もいますよね。はいはい、あれは許されないんでしょうか。いやいや動物ですから自由にされたらいいと思います。じゃあ人間はなぜダメなの？人間は知性があるしもうあの。 えと動物性のものが必要なく生きていける健康にということが分かっているからなんですね。うことが分かっているからなんですね。せっかくだはちょっと全然議論の次元変えると、はい、こうやってまあ言葉で議論しているうちは噛み合わなくても僕いいと思うんですけど、はい、ちょっと違う角度で違うとおっしゃるかもしれないが例えばアメリカでは中絶反対の保守派が医者を襲撃ししたりしてますよね <laughs> で同じような意味で家畜がいるブロイダーの工場とかを非倫理的な環境でね、はい、搾取されてると。 それをバスロー獄を襲撃するかのようにビーガンの過激な方なんですよ、はい、今井さんがやるとは言ってない言、はい、ってそれをぶっ壊して鶏たちを例えば話すのはこれはいいことですか、はいはい、所有権の侵害なのかいいっていうかそのやらないですけどあのそれやりたくなる気持ちはわかりますよね気持ちはあのなぜかっていうとそれだけのひどいことが起きているっていうことであのその た例えばニワトリとかたくさんいるじゃないですか、うん、まあ牛も豚もいますよねであのたくさんいると「こ」っていう感じがしないじゃないですかでも一人一人私たちも同じように痛みは感じるあの恐怖も感じる喜びも感じる、うん、それ言い出したら僕昆虫とかもそうだしてはちょっと納豆を食べますねだからだから病気にだって気持ちあるかもしれないですね それはまたちょっと意見の相違しかないから僕からしたらそれぐらい変なこと言ってますよって感じなんだけどそれはまあ意見の相違だからいいんだけど感情がありますっていうのは逆に言うと受け手の感情もあるってことを言ってみれば淳さんおっしゃってるとだから最初に冒頭におっしゃったサンタ姿によって煽られることのデメリットもあるかもしれないですからそれをねそういう襲撃が起こるかもしれないってことに対して気持ちは分かりますみたいなことっていうのは逆の気持ちも考えないといけない だってサンタクロースに夢を持ってる子どもたちがいて手を挙げるの分かりましたからこっちしゃべったら <laughs> 与えますからその代わり扇状にしないでください忘れスが サンタクロースに夢を見ている子どもたちがあのお姉ちゃんたち何してんのっつってあの人たちは動物食べるなっていうことを訴えるためにサンタの格好してるんですよってことを街中で見ちゃうことがあるじゃないですかうちの娘だったらいいあの,あのお姉さんはああいう主張なんだけどうちはお肉食べていいからっていうことをやっぱり言わないといけなくて。 その主,主張することは僕は全然いいと思うんですけど僕はやっぱりそのお店の前にその直接的な、えー、と購買を削ぐような形での、えー、と講義の仕方がやっぱり良くないって僕は思,思います。 多分好きじゃないってことですよね多分ね。よくないってことですよなんかいいことだとは思わないっていうことですよね。そういう残とですかなっていうのは本当に素朴に心配なんですけど実際ツイッターにもあのデモを見て「二個をされます二個をされます」見たシャリプライがついてるのを見たんですけどもんか逆にその反感を買わないのかなっていうのは素朴にいろんな美術館の名画に。 あのトマトスープぶっかけている団体の活動とを見ててもすごくごく、はい、に疑問だったんですけどもちろんそういう方たちが多いのは今の現状の日本では分かっているんですけれども、えー、とツイッターでの、えー、とそういう意見ですとかあと,、うんと,えー、と TikTok ですね、TikTok、でのそういうコメントはそういう、えー、と発言が多いんですよ。でもあの えっとですね、社会学者の方とかも言ってたんですけど。えっと、民主、民主的な、そういう、あの多数決とか、そういうのって、民度によって、デタラメになることも、すごくあるっていうことが。言われてるんですって。自分たちは民度高いってこと。いやいや、そうじゃなくて、わざわざ、そこにつかからなくてもいいんです。<laughs> いやいやいや、民度って言葉で。民度っていうのは、ツイッターとか、あの tiktok とかは。 あの、インスタグラムとか、とちょっと違うんですよね。それわかりませんか。いや、わからないです。です僕はめちゃめちゃフラットに見てるんで、ツイッターがどうとか。あの、反応がそうとかは、僕は思ってない,で、はい。あの、私たち、あの、いくつものアカウントがあって、その中での反応が違うなっていうのを見てるんですね。で、えっと、その考え方が、考え方が育たない理由の一つには、その。えっと、事実がわからないままでいる、のに発言しているっていうことがあるんですよ。 なので、これもエデュケーションの一つだなと思うんです。でも、結果、今の方法だと、はい、えっと、僕は少なくとも今井さんの考えに同調しようと思えないし、はい、思わないし、はい、これって。 あの、同じような考えの方を増やしたいときに、逆効果だと思わない。でいや、そんなこと言ってます。きっとね、民度の低い。頭の悪さと思われるだけです。まあ、全然頭悪くてもいいんだけど、頭悪い人たちも含めて。わかりやすい言葉を用い、るように話さないと。せっかくの今井さんの主張が無駄になると思うんです。で、人間は知性があるんだって言うんだったら、その知性を。その民度が高くて、知性が高い今井さんは、もっと効果的な。 この方法を見にだして行動に移さない限りは、はいはい、せっかくの,その自分の主義主張がなんかマイナスに捉えられると思いますよ、ね、の<は>ですからコミュニケーションのありようとして今の形だと伝わらないかもしれないという懸念をまあみんなで質問したというふうに受け止めていただけるとありがたいいと思います、えっと、動物というものを弱者にして自分たちを倫理的に高みに置いて人間同士の民度という言葉が出たように人間同士のこういう関係性において高みに立って断罪しようとしているように僕には思います。日本のですねい 日本の民度がまた低いっってて言ますよいと実際、そういう部分はありますよ、どこの、どういう切り口によって見るかによって違ってくるので、だから、いいいんだけどれちいちそこで言われると、また議論が、いうの出てまた機会を設けますので、ぜひお話か。お願いしますや本当ですよ、これは今井さんはちゃんと伝える作業をメディアの中に出てきてやってるんで、やっぱり、扇状になってるかどうか VTR ご覧になった方がいいと思います。 呼ば花ですよね、どんな活動をしてもいろいろ文句というのは出ると思うんですね、なので、それは承知の上でやってますので、文句言いたくない、じゃないですよ、もう言う気にもならないになってきますよっていう意味で、だからそこはせせや笑わないでほしいんです、できれば、これだけ機会を設けて、の話、伺ってる機会あることを考えれば、ですから、次回、ぜひまとめてきて、またお話いただけるといいなというふうに思います。 次回はもっとちゃんと話させてもらおうと思いますいちゃんと話してないとは思ってませんけれども、はいうん、受け止め方としてまず、A、私が言いたかったことをもっと言わせてもらうだから最初から、はい、まず言いたいことから伺ってるつもりではあったっていうのはご理解いただきたいなっていうことですねはい、はいえー、今井さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたアベマプライム振興の平石直之ですご視聴ありがとうございますこれを機にチャンネル登録よろしくお願いします